モロッコにおけるカナートカナートの横断面カナートとはイランの乾燥地域に見られる地下用水路のこと。同様のものをアフガニスタン、パキスタン、ウズベキスタン、新疆ウイグル自治区などではカレーズといい、北アフリカではホガラという。イラン高原を中心に各時代に出現したペルシア帝国がティグリス川、ユーフラテス川沿岸の古代メソポタミア文明を凌画した。 縁の一つにこのカナートという灌漑施設があったと言われる。現在に至るまで古代に起源を持つこの水路が使われている地域も多い。山麓の洗浄地などにおける地下水を水源とし蒸発を防ぐために地下に水路を設けたものである。山麓に掘られた最初の井戸で水を掘り当ててその地点から横穴を伸ばし、長いものは数十キロメートルに達する。水路の途上には 地表から工事用の穴が掘られ、完成後は修理、通風に用いられる。水路が地表に出る場所には、高地や集落のあるオアシスが形成されている。高地では小麦、大麦に加え、乾燥に強い夏目やし、近年では綿花や砂糖キビなどの商品作物の栽培が行われている。カノットとも読むし、クアナとも読む。 末尾文字についてはこちらカナートの電波と名称。ありがとうございます。